皆さんこんにちは、ハッタエミリと申します。今日は久々に動物の森やっていこうと思います。もうね、1ヶ月ぐらいやってないんだよね。2ヶ月ぐらいかな。なんか最近アップデートで動物の森の海なんか泳げるようになったとかいう噂聞いたので、久々にみんなと一緒にやろうと思う。すごいよね、海泳げるってさ。なんか動物の森のアップデートって毎回楽しいよねとか言って全然やってないんだけど、ちょっと私のめちゃくちゃ悲惨な島をご覧ください。お、雨降ってる。集まれ動物の森。待って、誰このハムスター、誰だろう。私の名前なんて島だっけ、ブータラ島だっけ。いやもう久々、みんな元気にしてるかな。とりあえず私は今海でね泳ぎたいの。それが今日の目的。あ、しずえさん。みなさん、こんにちは。ただいまのぐうたら島の時刻は2020年7月5日の日曜日午後0時22分です。かねてよりたぬき開発は島周辺の海の安全性について調査していたのですが、ようやく安全を確認できたとのことです。お、ということで海での遊泳が解禁されることになりました。イエーイ。しずえさん何飲んでんだろう、あれ赤くね、アセロラジュースかな。水質もバッチリ綺麗ですし、海に潜ることもできるんですよ。潜りたい。ただし安全のために泳ぐときは必ずマリンスーツに着替えてください。え、買わなきゃいけないの。ちなみにマリンスーツはお店やカタログショッピングで販売されますので、ぜひチェックしてみてください。ということで楽しい遊泳ライフを思いっきりエンジョイしてくださいね。では本日も楽しい一日になりますように。え、ありがとう、マリンスーツゲットせんとね。え、待って、私ショートなんだけど、なんで。え、お、びっくりした。あ、寝癖か。今ね服ねベルにしてるんだよね。あの美女と野獣がさ、めちゃくちゃ前に金曜ロードショーで出てからね感化されてこれにしてみた。リュックはね、お母さんがくれたリュック。ちょ、メール見てもいい？メール。あ、3つしか来てないじゃん。プレゼント。プレゼントだけもらっとこう。たぬきショッピングは？シーズン商品を入荷しました。ランク B か、私の家。私さ、今さ、こんだけあるんだね。プレゼントなんだろう。シュノーケルだ。これつけとこうよ。おお。よしよしよし。あ、待って、あそこにクワガタ、めっちゃ大きいクワガタいる。ほら、みんな見える？上んとこ。ちょっと久々すぎてさ。待って、金になる木もあるんだけど。これどうやんだっけ？A か。ちょっと取っていい？これめっちゃレアじゃない？来い。なんだこれ、夏じゃん、もう完全にミヤマクワガタ。やった。ちなみにね、私のなんか島のさ、ランク上げなきゃいけないじゃん。待ってよ、ここにもさある。ちょっと待って、一回取るね。珍しい虫めっちゃいるんだけど、久々に来たら。なんだこれ、オオセンチコガネ。私の島ご紹介します。見て見て見て、あのね、島のランク上げるためにさ、いろいろ頑張んなきゃいけないじゃん。だからこうやってね、頑張ってたの途中まで、けどもうさ、頑張りすぎて疲れちゃったんだよね。あ、ここにセミいんじゃん。え、夏ってこんな大きいさ、虫いっぱいいんの。来い。おー、で捕まえた。クマゼミ。マリンウェアを買いにたぬきショッピング行くね。高いんかな。なんて言うんだっけ、スイムスーツだよね。しずえさん入荷入れる。タヌポートね、
私2500円しかない。やば、足りるかな。マリン札あった。お、私郵送なんだ。そうだよね。え、じゃあ次の日来るってこと。ちょ、マリンスーツ買おう。郵送なんじゃん、マリンスーツ。タヌポートで買ったら。じゃあちょっと次の日に設定し直そうと思います。よし、届いてる、届いて、あ、あれ、よし、来たー、景品ありがとう。これでね、あるはず。これか、届いた。身につけよう。おー、かっこいい。よし、海辺に着いたぞ。これでさ、なんか海ブクブクしてんだけど、こんなんなかった。これどうやって入れんの。入れた、すごい、泳げる、泳げるよ。これどこまで行けんの、すごくない。あ、もしかしてこのブクブクのとこさ、なんかあんのかな。あ、すごい、 A ボタンやったらクロールできる。なにこれ、なんか捕まえれんの。あ、すごい、 Y ボタン押したら潜る。待って、いるじゃん、いる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 、捕まえるよ。これ捕まえるよ。よっしゃ、捕まえた。 Y ボタン長押し、タコだ。すごい、すごい、潜ったら取れた。え、めっちゃ楽しいじゃんこれ。うわー、涼しい、気持ちいい。この魚もしかしたら取れる、取れるかな。あ、あ、あ、魚逃げた。ダメだこれ。あ、ここにもいるよ。もう一回撮ってみよう。うわ、すごい、ほら、音もさ、潜ってる音してる。あ、息続かないんだ。いるいるいる、ここにいる。なんだろうこれ、ゲット。なにこれ、なに、え、これ、チンアナゴ、レア、これレアじゃない。え、すごい、奥、あの地面にいるやつめっちゃ取れるじゃん。めっちゃ楽しいじゃんこれ。あれ、これどうやって上がるんだ、こっちか。え、すごい楽しい。あ、本当は珍しい貝いる。夏の貝殻、ひげさん言ってたやつか。どこまでさ、奥行けるのかな。え、なにこれ、柵がある。ここまで行けるんだ。え、すごいすごいすごい、結構海奥深くない、これ下。あ、永遠にこうやって柵があるんだ。え、なにこれ、フラグシップみたいな。何これ。あ、なるほどね、ここが角っこですよってことか。え、あ、あれ魚かと思ったらフラグの鍵やった。え、面白い、楽しいねこれ。え、ちょっともう一回だけさ、潜ってみてもいい。ここにいるから。なんだろうこれ、あ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 、なにこれ、フグじゃない、なに、ホヤ、ホヤ、初めて見る、あれ魚。え、怖い、魚これ、ホヤ。次は、うわ、あ、あ、お、人で、人手だ。え、釣ったことないのばっかり釣れる。
何次。お、サザエサザエサザエ、バイ貝だって。食べれんのかな、美味しそう。これやろう。寒そうでしょ、寒そうだから寒いやつやっとこう。何これ、何これ、イソギンチャク、こんな色だっけ、イソギンチャクって。すごい、めっちゃカラフル。なんかめっちゃ遠くまで行っちゃった。あー、やっと着いた砂浜。うわっ、びっくりした。またいるよ、ジョニーだっけ。ジョニーがまた寝てる。あて、めっちゃでっかい魚いる。久々に釣りするな。2ヶ月前とかさ、なんだっけ、ブラックバスばっかだったじゃん、大きい魚といえば。川はね、今もブラックバスなのかな。あ、あ、これ反抗してくるやつだ。あ、来い。あれ、よし、何の魚だろう。あ、これ、これはティラピア、ティラピア。え、なんかすごい魚釣れたんだけど、これ普通。じゃあ今日はね、最後にね、私のお家紹介しようと思います。みんなに見てもらおう、私のお家。みんな結構頑張って、え、待って待って待って、ゴキブリいる、ゴキブリいる、ゴキブリいる、やばいやばい。これアミレット、あ、間違えた、飾るじゃない。待って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 、え、そっか、は、え、どうやってさ、これどうやってやればいいの。え、え、あ、潰しちゃった、死んでた。ゴキブリのお化けになったね。ちょっと可愛い。あ、そう、紹介紹介紹介します。ここに大きい魚が飾ってあります。で、ここチャイナ風のベッドで、ここは遊び場ですね。遊び場と洗面所と、上にも熱帯魚飾ってある。おしゃれでしょ。こっちはどんなんだっけ、私のこだわりのお部屋ね。うわ、ここもいる、おりゃ、うわ、お化け。キャンドル誰つけた、これいつから。消しとこう、キャンドル消せないのか。めちゃくちゃいいソファー飾ってあるでしょ、欲しいんだよね、実際自分家で欲しいわ。あと、ここ世界地図とおしゃれなろうそくが飾ってあります。この見た目も私に似てるよね、この前髪の感じとか、そんな感じ、こだわってるでしょ。え、じゃあ今日さ、ゲットしたやつ飾っとこうよ、ここに。イソギンチャクおしゃれじゃん。うわ、え、ちょ、不気味じゃない、いっか、よし、こんな感じ。じゃあみんな、今日はこんな感じでやめようと思います。めっちゃ緩いんだけどさ、なんか動物の森、みんなすごい島大改造してる方とかいらっしゃるじゃないですか。じゃあめちゃくちゃそれいいなと思って、私も頑張ってやってたんだけど、無理、私には無理、あんな頑張れない。本当、あんなに作ってる人たちはすごすぎる、努力がすごいって思うよね。私はあの島を特に大改造せずに、のんびりとみんなと住人たちと動物の森ライフをね、ゆったりと楽しんでいきたいと思います。ということで、まだね、アップデートとかされてない方、ぜひやってみてください。めっちゃ楽しいし、めっちゃね、夏感じれた。あの、水の潜ってるとかね、すごいよかったよ。めっちゃ上から目線だけど、そんな感じでした。じゃあ最後、
お別れの挨拶しとこう。お別れの挨拶はこれしよう。これこれじゃあまたねー。